forward but practical fighting art developed by the people of Ryukyu abounds in a kaleidoscopic array of intriguing techniques. Joint locks, throws, and attacks to vital acupuncture points. In fact, karate is a fountainhead of martial arts knowledge. Okinawa の T が、いわゆる陶磁作画と言われたゆえんはですね、唐に行って、中国に行って、中国の武術、今まで沖縄にない、いわゆる神経とか、そういう筋な、相手の筋肉をつかんだり、急所をつかんだりする技を特に稽古してきて、それを入れたがために、唐に作画は、その違いがあるということで、そこに一攫千を引く意味で、彼は唐に作画と呼ばれるようになって、いわゆる中国の、お灸パンクチャーといいますね、針灸の経絡の技を空手の中に取り入れる武術、空手、T の違いはどこかというと経絡を打つんです。いわゆる相手の急所を狙う、あるいは曲がらないところに曲げる、あるいは曲げるところに曲げるけど、その回転によって相手を投げるというふうなのが、いわゆる T の基本になってますね。こう入りますね。こう入って、ここで打って、ここでボールです。ボール、この技とか、あるいはこうついてくるとこういきますね。でこれを下にこう下げます。こう下げていって、これをここで思い切り踏み込みます。バンと踏み込んでいって、これに乗っかって、これを持ってきます。でこれを打ち込む。掴みますと右側の方に力をちょっと入れます。その時には聖火丹田、へその下に力が入っています。で指を開いて横にちょこっといく感じで持って、親指から先、小指から先に入って、親指を捻転して、手を押さえて下に、相手がこう掴んでくると上からかぶせます。そして腰を落として顎に当てる感じでいきます。掴むと同時に下から上げて相手の筋肉を引きます。それで全部力を入れて体を、あの手を牽制しながら回ります。でもう一つの方法は、こう胸ぐらを掴んでくると手を顔の方に行きます。でこの手を掴んでこうきます。相手の親指をこう掴んで45度に押し込みます。つかむとこういうふうに入れていきます。こう入れていって、抜き手の練習でこう入れていって、こう抜きますから、こう入れていって抜き手を45度下に落とします。落として決まらなかったら、決まらない場合はこれを即これに変えて、分かりますね。もうやったらもう終わりですから、こういうふうにやってこう入りますと首が可能性がある。相手が無理してこう突っ張っていった時にはこれに、でこう顎を右に送って、ふた顎がこっちに送ったら逆に跳ね返そうしますね。跳ね返す力を利用してパンと反対に回します。約36ぐらいが急所と言われておりますけど、18という人もいますね。もちろん最大の急所は心的目とかね、喉とか首の後ろとか、それから脇の下とか、指の先とか、そういうところがあります。そこは打っていけない七札といいます。打ってはいけない場所、よくちょっとだけ打ったんだけど相手が気絶したとか、ちょっと軽くやったんですけど、裏剣やったんだけど正剣よりもはるかに効く場合があるんですよ。政権の場合はここから持ってきて強くつくんですが、まあ、パワーがある時とない時がありましてね、それよりもパーンと軽くスナップで打ったんだけど、ひっくり返るという場合もあります。ここの急所とこの急所を押さえています。指はこうです。ですからこれ押さえないから、これ押さえた格好で、今押さえてませんから、押さえた格好でこれを
両方一気にやると神経が麻痺します。相手がこう掴んでくる、下から掴んでくるとここに中所がありますので、これを差し込みます。持ち上げをする力で開くんです。開くところに入れてあげるんです。それからもう一つ、これをこう取っていくと浮き上がります。体が必ずこれを上に突き上げていく。